英語濁音禁止ドライブイエーイということでですね、もうこちらの動画が上がってるということは滝行の動画が上がってるということになりまして、で今はですね、その滝行に向かっている途中の車内で撮影しております。はい、運転してくれているコバさん、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますで、アラホロにとっては初のライブ画角ということで、せっかくならね、ちょっと一本撮影したいなと思って、ちょっとゲームをやっていこうかなと思っております。イエーイ。ちょっと注意、私車用からカメラ見てないから、あとは見てるから、遠くの方見てんだ、目線合ってたらお好きなところをご覧ください。ごめんねごめんねごめんね。で、濁音に関しては点々がつく文字が禁止で、例えば、だからだと、だからとか、そういえば、そういえはとか、滝行だと滝行とかね、そんな感じで言い換えてね、頑張って整理しながら話してもらいます。そうで、半濁音、パピプペポとか丸がついたやつはセーフにします。全然 OK 言っても。はい、インスタとツイッターで先ほど質問募集しまして、それにね、答えていきながらトークしていきたいと思うんですが、15分ぐらいにしようか。うん、じゃあ OKOK、ね、一番多く言ってしまった人には罰ゲームがあります。はい、はいはい、で罰ゲームは今まで動画で言ったことのない秘密を暴露してもらいます。いやあります、皆さん秘密言いたくないね言いたくないね言いたくないね言いたくないよねではやっていきましょう。 GO!ゲームスタート。はい、はい、第一印象ってどんなだったんですか。フレちゃんはフレちゃんね、フレちゃんは、うん、とにかく明るいよく太陽のような笑顔よく覚えてるね。覚えてる、ちっとね、ちっとわかる。けいちゃんは、うん、小動物のように華奢で可愛かった。小さな小さな動物生き物たみたい、たたったね、みたいってことね。はい、私はみんなうるさいやつらだ。確かに思った腹パンしちゃうぞでも、うん、私、うん、最初の日携帯忘れた。おお、だから、うん、だからみんなの反抗携帯反抗携帯反抗、あ、反抗交換してない、焦った可愛いの化身いびつたまてないもう一回言うて、もう一回可愛いの化身そのまま、そのままや、何も取ってない。ありたかとう化身か、わかった、伝わってないよ、伝わってない、ね、化身が、化身はどのように説明したらいいの、伝えて、私かたまり、かたまりありがとう、うん、ありがとう、フレちゃんは言おうと思ってたことがあるんだけど、だえちょっとこれも言いましたよね、アウトですよねけど1ポイントもうなんか私
何人片言すぎない頑張ってるな頑張ってる記憶がなくなるほど深酔いしたことはあればその反省点は深酔いしたことあるあるよ私あんまりないない悪酔い深酔いすごいねしたことないさすがさすがありがとうさすが私もあまりないねあんまりないあなた、玄関で寝てたね、うん、そう、玄関で寝てたことはあるけど記憶はまあまあある。しっかりあるのね。割としっかりある。家までは帰れる。おお、いいこと。私はね、2回あるよ。あるね。一つ聞かせて。一つは、前行った、99…10 2ポイントはい、開始。その強い。はあ。お酒。あ、聞いた聞いたよ。強いお酒ね。飲んで、うんうん、忘れちゃった。記憶なくなった。なくなったね。Yeah. 2回目は、飛行機。飛ばなくて、うん、イライラしてイライラして家帰って、うん、ワイン一本ワインアウト。ワイン赤いお酒って言うて。あ、白い方をてっきり赤だと一本扇風飲んだ。そしたらこれをね、うん、朝だ。もう言いまくってる。朝だ。読んでていいですか？今追加ポイント入ったから今。追加ポイント4点でございます。開始。好き？はい。去年よりも楽しかった夏の思い出は？だから、お、お、
私間違えた1ポイント、はい、開始。今年の夏の思い出、言った2ポイントあれちょっと待って、私2ポイントだったっけ。3 2か2 4 2 4 2 4 か。 OKOK 開始。ある、あ、花火、花火大会、うん、私も行った、うん、楽しかったね、うん、久しぶりにブリブリ5ポイント5ポイント開始。やはいね、やはい、やはいやはい、これはね加速してるね私は八尾牛のお祭りいた。あ、楽しかった。いいね、暑かったけど楽しかった。暑そう。何した？焼き鳥たへた。たへたたへた。おいしいおいしい。たらふくたへた。あれはのた？ヒール。ヒールはのた？ヒールもちろんのた。いいね。よかったよ。あなたたちは私は花火と、うん、泳げるところ、うん、泳げるところ。あ、メス。名前教えて。どこへ行ったの？名前。それは英語だ。英語。ちゃんと言って。英語。ちゃんと言って。伝えて、視聴者の皆様に伝えて。食べた、食べた。わからないよ。言い方変えて。うるせえ、うるせえ。変えて。言い方変える。名前の。常夏の国。うまいね。常夏の国。うまいね。常夏の国のところ。うまいよこれ。常夏に行ったんこれね。うまい。うまいうまい。ケイちゃんは？ね、夏はね。でも。でも？アラホロって納涼船とか。納涼船いたね。うん。私は2ポイント。おー、けいちゃんは3ポイント。おー、頑張った頑張った。ブルちゃんは5ポイント。おー、ブルちゃんこれ系のゲーム弱いね。思った通りだね。いつも負けてほくろつけたね。前回ほくろつけてたよ。どでかいほくろ。どでかいほくろ。どでかいほくろつけてたよ。でも私しれっと一回オッケーって言ったんだよね。気づかなかった。そう、でもみんな気づいてなかったから大丈夫って言った。何も気づかない。その後すぐ大丈夫って言った。全然気づかなかった。すごいねみんな。すごいね。でも味
かしたら言ってるかもしんないね。あ、それはね、そうだと思う。私は言った気がする。気づかなければ OK だからね。うん、じゃあ、はい、罰ゲームですね。はい、ブレちゃんの秘密を暴露してください。秘密っていうかね、みんなが多分知らないだろうことなんだけど、何楽しい、私アメリカで大学行ったとか大それたこと言ってるけど、うん、卒業したのは、うん、ダンス学科です。あ、ダンス学科、あ、でもなんかダンスもやってたのは知ってるけど、うん、そう、え、学部は何、ダンスのね、なんつーの、シアター学部みたいな、シアター学部のダンス学科みたいな。へ、かっこいいやん。かっこいいよ。全然秘密じゃないよ。秘密じゃない、なかった。でもそう、だからさ、うん、バリバリ英語でなんかみたいなふうにしてるけど、やってたのはダンスよ。へ、芸術系の学部だったの、ね、なんかそういう、あ、そうそう、なんかそれが奨学金もらえたの。ああ、そういうことか。たまたまね、で普通のさ、最初はビジネス学部にしようと思ってたんだけど、それじゃあ、まあ、奨学金もらえないで、ダンスだとなんか奨学金もらえたから、あ、じゃあもういいじゃんこれでって思ってそっちに乗り換えちゃったんだよね。ええやん、ええやん、全然ええやん、ええ話やん。ダメだ、もっと爆弾爆弾してくれ。爆弾、でもさ、うん、もう行っちゃってんだよ、だって私行っちゃってんだよ普段の、普段行ってんだけど。そうかそうか、そうオープンにしてるもんね、結構。オープンにしてるから。そうか、そうか、うん、あと、うん、まあみんな知ってると思うけど、私は二十歳で学生結婚してます。あ、うわ、そうだよね。そう、はい、ちょっとまたしたいね。ねえ、こう面白かった。これやだよ、私。そうだよね、負けてる人からしたらそうか。絶対罰ゲームやるもん。何回やったって負けんだから。負ける、面白かった。はあ、またやりましょうね。もう面白いか、やる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 ことやる。それでは解散。